座ってください、ね。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ですね、参議院の本会議で消費税率引き上げ法案などの関連法案が成立する運びとなっております。まずこの法案成立に関しての総裁の受け止めをよろしくお願いします。まあ、これ三党合意に基づきましてね、関連法案が成立する ところまで参りました。三党合意はあったわけですけれども、今まで、民主党の執行部は陰に陽にこの審議の引き延ばしを図ると大変不審な動きがありましたけれども、とにかくここまで来たことに対してご関係の皆さんのご努力を心から多としたいと思います。しかし私どもの基本的なスタンスは、三党合意は結んだわけでありますが、もともとこれは私どもは消費税をやるということは公約にもしてですね、参議院選挙を戦ったという経緯がございますが、これが民主党にとってみれば明らかにマニフェスト違反であるということですね。消費税についてもそうでありますが、その消費税をどういうふうにしていくんだという社会保障の面でもマニフェスト違反であることは明らかですから、私どもは当初まず審を通ってからですね、この税等をやるべきだと言っておりましたが、三党合意の過程で我々の社会保障の考え方も伸びましたから、そこは我々考えを展開して成立したら審を問うべきであると、こういう考えで三党合意をしたわけであります。それで総理自身もですね、仕事を終えたらどういうご表現であったか今正確には覚えておりませんが、いずれ審を問わなきゃいかんということは明確にしておられたわけでありますから、成立したらこれは国民に審を問うて、そしてそのきちっとした体制の下でですね、この三党合意を実施していくということでなければならないと思います。そういう体制の刷新なしに、つまりマニフェスト違反という傷を背負ったままでですね、なかなかこの三党合意というものを実質化していくことは私は難しいと思っております。ですからこれからは徹底的にそれを求めていきたい、このように考えているところであります。この消費税率引き上げ法案の成立までですね、自民党は三党合意に、三党合意を結んだりですね、直近では谷垣総裁自身がですね、局面打開のために党首会談で直接総理と話すなど、これまでその自民党はですね、成立に向けて果たしてきた役割、これをどのように評価しているんでしょうか。これはですね、私どもも政治生命をかけてこの三党合意を結んだわけであります。非常に矛盾を感じましたのはですね、三党合意を結んだ民主党、三党合意をきちっとやろうということで幹事長同士が署名をしたわけですね。これは署名したのは一裸の個人が署名したわけではありません。党を掌握して、そしてその一党を代表して署名したにもかかわらずですね、大勢の人が民主党から造反され、そればかりではなくて、審議の過程の中で、採決の引き延ばしと、これは1回2回にはではありません、何度もそういうことがございました。従いましてその審議という面からも、あるいはこの三党合意を推し進めていく局面をきちっとこう掌握していく力という意味でも、民主党はもう限界に達しているのではないか、という思いを強く持っておりました。その中で特に小沢さんたちをはじめとしてですね、不信任案を出してこられたということは非常に悩ましかったわけでありますが、近いうちに解散をして審を問うということを総理が明確にされて、我々もそこを乗り切ったわけであります。ですからこの総理がそういう厳しい局面で近いうちに解散をするという言葉を吐かれたということは極めて重いことでありまして、これは必ず現実化していただかなければならない。それは先ほど申し上げた我々のこの三党合意に臨む基本的な姿勢、つまりマニフェスト違反の片棒を担ぐつもりは一切ない。したがって法案が成立した暁には審を問うのは当然であると、こういうことをきちっとやるということでありますね。
本会議の採決はこれからですが、民主党内にはですね、参議院の中にもやはりこの法案の採決に造反してですね、離党も辞さないようなことを言っていると思います。でもこうした状況が続いていること、これ総裁受け止めをお願いします。これはですね、これは先ほど申し上げたことと結局繰り返しになるんですが、要するに物事を処理していく能力、三党合意に限らずですね、国政を前へ進めていく能力というのは完全に失いつつあるのではないか、あるいは失ったのではないか。例えばですね、私と総理が党首会談である一定の結論を出したと、近いうち解散するということに対してですね、幹事長、越石幹事長は近いうちに代表選があって2人が入れ替われれば拘束される必要はない、それから近いうちにこだわる、これはそういう前提もなしにこだわる必要はないとおっしゃった、政党政治が何たるかも心得ていない、こういう方がナンバー2にいる政党が果たして国政を先に進めていく力があるのかどうか、厳しく糾弾しなきゃいけませんね。私はそのように思っております。話題は変わるんですけれども、竹島の問題なんですけれども、韓国のイ・ミョンバク大統領がですね、2時ごろに、竹島に上陸しました。これについて総裁の受け止めお考えをお願いします。これは国際法上も我が国の領土であります。それをこういう形でですね、イ・ミョンバク大統領が竹島に行かれたということは、これは極めて遺憾なことでありまして、政府直ちに強く抗議をしなければいけない。そして大使をですね、ソウルにいる日本の大使を召喚してきちっと事情を確認する必要があると思います。このイ・ミョンパク大統領の今度の竹島に行かれたということはですね、いろんな方が努力して日韓関係を改善しようとしてきた、日韓関係は随分進んできた面がありますけれども、そういう過去の努力を私は大きく否定するものだと思っております。我が党も皆さんのお手元にもお配りしていると思いますが、その我が党も声明を作りまして出しました。今述べたことが基本になっております。これというのもですね、結局その至る所でこういう問題が今起こってきているわけです。事柄は竹島にとどまるわけではありません。これはですね、結局民主党政権が、一つ一つのその何がということではなくてですね、何がということよりも国家観を書いていて、外交の基本姿勢というものが見られないというところから、このような侮り、そしりを受けているのではないかと思っております。従いまして、先ほどですね、民主党政権にもはや国政を進めていく力がなくなっているのではないかということを申し上げましたけれども、これは内政面だけではなくて外交面でもそういうことがこの露呈してきたというのが今度の事案であろうと思います。それに関連しまして、森元防衛大臣がですね、の閣議後の記者会見でですね、その韓国の内政の問題であると、でその他国の内政のことにその他国がとやかくコメントすることではないというような趣旨の発言をされましたけれども、これについての総裁の説明はいかがでしょうか。これはですね、森元大臣は釈明の記者会見というか記者会見ですか、なさったそうですけれども、こういう安全保障外交の専門家としてですね、民主党の中に政治家で人がいなかったからか、民間人としてですね、専門家としてのその見識を期待されて入閣された森本さんですよね。その方がですね、こんなバカな発言をするとは私は信じられないですよ。でこれはですね、直ちに国会でも召喚してきちっと真意を確かめて、それでもし最初におっしゃったようなことが真実であるとするならばですよ、これは問責や何かに値することじゃないかと私は考えております。
自民党ではその来週ですかね、予算委員会集中審議を求めるというような話も出ていますけれども、それは国会でのこの問題に対する対応はどのようにするか。当然そういう今も申し上げた通りでありまして、まあ、委員内の発言であれば直ちにそれはあの責任を追及するということを始めなきゃいけませんが、委員外での発言でありますから、一度国会においでをいただいてきちっと審を確認する、その上で対応していかなきゃいけません。これはですね、中途半端にすると日本の国会はそういうことをそのまま放っておくのかというのは外交上も悪しき、そのなんていうんでしょうか、メッセージになってしまうと思っております。各社の方いかがでしょうか。総裁、先ほど輿石幹事長に対しての厳しい、まあ、批判がありましたけれども、そのこの輿石幹事長の一連の発言というのはですね、野田卸とも取ることが可能な発言でして、こういった中で総理がですね、本気でその近いうちの解散をやるのであれば幹事長の交代を含めた党人事というものをまず先に手をつける必要があるというふうに総裁お考えになりますでしょうか。それはですね、あの向こうの党のことですから、我々が言うべきことじゃありませんけれども、民間だって社長同士が、社長がですよ、その業界の最大の会社が第二の会社の社長といろいろ相談をして、合意に達した、2社間で契約を結ぼうということになった。そうしてその話ができた途端にですよ、その会社の専務ないし副社長が あんなものにこだわる必要はない。こんな企業はですよ、政治だけじゃなくて一般社会だって通用しませんよ。だからその先に人事をやるべきだとか、やるべきではないとかいろいろあるかもしれませんが、もう現状はですよ、国政を先に動かしていく力がないんですよ。ナンバーワンとナンバーツーがあさっての方向を向いていちゃう。どうして国政を動かしていくことができますかと私は思います。それに関連して今日あの野田総理もあの委員会での発言だったと思うんですけれども、あのもし私が代表で亡くなった場合には、その後の首相の解散権を縛れる話ではないと、解散権は、まあ、次の首相が持っているんだということをおっしゃったようですけれども、この発言については総裁はどのように思いますか。まあね、そういうもうここまで来ますとね、一つ一つの発言に対してああだこうだって言い出したらもうキリがありませんよ。もうちょっと国政に対して真摯な姿勢で臨んでほしい。我々は 先に一番最初に申し上げたことをきちっと一つずつやっていく、こういうことにつきます。すいません、ちょっと出発の時間なので、はい、ありがとうございました。